どうも島部です。今日の IT 大学では前回に引き続き CSS のプログラミング講座をやっていきたいと思います。前回の動画を見てない方は概要欄に貼っておりますのでぜひチェックしてください。今回はセレクターについて学んでいきたいと思います。非常に重要な要素となっておりますので、一緒に学んでいきましょう。はい、ということで、早速セレクターについて学んでいくんですけれども、今回はあらかじめインデックス HTML を用意しました。インデックス HTML 前回と、内容が変わっております。具体的にはボディタグの中が変わっていて、大きく分けるとヘッダーとメインという構成要素になっております。ヘッダータグの中には H1、H2、そしてナブタグがあって、ナブタグの中に UL を用いたリストがずらっと並んでいるような感じになります。メインタグの中には H1 タグがあって、そしてアーティクルもあります。で、アーティクルの中でまた H1 が出てきて P タグが3つ並んでいるというような感じです。で、スタイルはまだ一切当たっていない状態です。で、これをブラウザで確認すると、こんな感じになっております。で、これに対していろいろセレクターを指定しながらスタイリングをしていくんですけれども、今回はあらかじめ目次を作っておきました。セレクター大きく分けて4つ項目を作りました。1つ目が要素、クラス、ID によるセレクター、そして2つ目が属性によるセレクター、3つ目が疑似クラスおよび疑似要素によるセレクター、最後が結合子というような内容になっております。まず一つ一つ見ていきましょう。最初にタイプセレクターということで、こちらは前回もいろいろ使ってきたんですけれども、復習がてらもう一度やっていきたいと思います。こちらはですね、 div とか p とかヘッダーといった HTML の要素を直接指定してスタイリングをする方法になります。早速やっていきましょう。スタイル CSS の中で H1 を指定してください。今回はですね、バックグラウンドカラーを例えばピンクにしてみましょう。で、 H1 は今回ですね、3つ出てきています。こちらの11行目と、こちらの24行目と26行目ですね。実際に見てみましょう。で、更新をすると、このような感じで背景色がピンクになったのがわかるかと思います。また現在は H1 だけに色をつけていますが、例えば P タグにもつけることができます。もちろんですね、こちらをコピーして、まあこんな感じで P とやってもいいんですけれども、同じ記述だったら例えばセレクターリストを使うこともできます。こんな感じでカンマ区切りにすることによって複数の要素に当てることができます。実際に見ていくと、はい、このような感じになります。こちらのセレクターリストによる指定も非常に使うので覚えておいてください。はい、というような感じなんですけれども、あと1点、ちょっと補足を申し上げると、ボディタグとかにも指定することができます。で、ボディタグに指定するとどうなるかと言いますと、まあ、このような感じで、全体の背景色を決めることができます。こちらのボディタグによる、背景色の色を変えたりすることも、たまに使ったりするので覚えておいてください。はい、ということでタイプセレクターを見ていきました。では、一旦戻しておきます。更新をかけて戻してください。で、一旦ですね、タイプセレクターは終わりにして次に行きたいと思います。次はクラスによるセレクターになります。先ほど H1 とかのような感じで要素を指定したと思うんですけれども、特定の要素だけを指定することもできます。例えばタイトルというクラスを作ってみてください。で、今作ったこちらのタイトルというクラスに対してスタイリングをすることもできます。その指定方法としては、クラスはドットから始まります。ドットタイトルとして、例えばバックグラウンドカラーピンクを指定してみましょう。すると一番上の要素だけに当たっているのがわかるかと思います。こちらですね、他にもいろいろ同じものをつけることができて、例えば記事の一覧ではなく、こちらの記事のタイトルにはまた、タイトルというような感じで、ピンク色にしたいということがあるかと思います。すると、まあこのような感じで、H1 ではあるんですけれども、こちらの記事の一覧ですというのには当たっておらず、まあ、島ブーの IT 大学と記事のタイトルですという、クラスを指定したところにだけスタイリングが当たっているのがわかるかと思います。こちらが、クラスによる指定というような感じになります。また、クラスは複数つけることもできます。例えば島部の IT 大学にはタイトルというクラスが当たっていますが、こちらに新しくビッグというクラスをつけてみましょう。で、スタイル CSS の方でドットビッグで、例えばまあフォントサイズを大きくしてみましょう。60ピクセルぐらいにしてみて、保存をして更新をかけると、まあ、このような感じで複数のスタイルが当たっているのがわかるかと思います。で、またちょっと面白いことができるんですけれども、まあ、例えばですね、
タイトルビッグとついて、こっちはタイトルで、あと1個の H1 の方には、まあ、ビッグだけをつけてみたいと思います。そして、保存して更新をかけると、こちらも大きくなったのがわかるかと思います。で、こちらをですね、実は、セレクターの方で複数組み合わせることもできて、はい、ドットタイトルがついてて、かつドットビッグのやつだけ、やるみたいなこともできます。すると、はい、このような感じで下の H1 にはスタイルが当たらず、タイトル、ビッグの、2つのクラスを持っているものだけ、スタイルを当てているのがわかるかと思います。まあ、こちらあんまり使う機会が多くはないかもしれませんが、まあ、こういうのもあるというのを一応覚えておいてください。はい、ということで、クラスセレクターを見てきました。まあ、一旦ですね、こちらは消してスタイリングを元に戻したいと思います。こんな感じで消していって、はい、保存をして、更新をかけてスタイリングを元に戻しましょう。で、スタイル CSS の方も、消しておきます。では次、クラスセレクターの次は ID セレクターについて見ていきたいと思います。で、 ID セレクターっていうのは実はクラスセレクターとほとんど同じというか、まあ、似ています。まあ、このような感じで、クラスとは違って ID を指定してやるような感じになります。例えば ID タイトルと指定して、こちら、クラスと違うところがシャープで始まります。まあ、こんな感じで、例えばバックグラウンドカラーピンクとまたしましょう。で、更新をかけると、まあ、このような感じでクラスと同じく、スタイリングが当たっているのがわかるかと思います。ではクラスとの違いは何かと言いますと、ID というのは基本的にはこのドキュメント内において同じ値は1つとなります。で、ドキュメントの方も、一度見ていきたいんですけれども、カーソルをホバーすると MDN リファレンスに飛べます。そして、書いてあることを見ると ID は文書全体で1位でなければならない識別子ということで、まあ、今ですね ID タイトルが1つしかないんですけれども、まあ、こんな感じで複数持つのは NG だよということが書かれています。まあ、他にもですね注意事項がありまして、ID の値にホワイトスペース文字を含めてはいけませんと、書いております。どういうことかと言いますと、まあ、先ほどですねクラスの時はタイトルとビッグというような感じで、まあ、2つのクラスを持ったと思うんですけれども、ID においては、このような空白文字を、入れるのは基本的には NG ということなので、まあ、タイトルビッグみたいな感じで複数持たせないでくださいということになります。はい、以上が ID の解説でした。ここで、まあ、クラスと ID 一体どっちを使えばいいんですかというのが気になるかと思います。結論から言うと、クラスを基本的には使ってください。というのも、まあ、今はちょっと話がややこしくなるので、また、後編の別の動画で撮るんですけれども、詳細度という概念があります。で、 ID は詳細度が非常に高いので、まあ、ID を使っちゃうと、後々スタイルを上書きするみたいな時に結構ややこしくなったりします。なので、ID ではなくクラスを使うのが基本的なスタイリング方法になると覚えておいてください。では、ID を一旦消して、まあ、スタイルの方から消して、まあ、リセットしてください。はい、まあ、こちらに戻してください。では、戻っていきたいと思います。次がですねユニバーサルセレクターになります。ユニバーサルセレクターとは、まあ、その言葉通り、全てに対して影響を与えるようなセレクターになります。まあ、例えばですね米印でこんな感じでスタイルをすると、全ての要素に対して、スタイリングが当たるものになります。まあ、こちらが、ユニバーサルセレクターというものなんですけれども、例えばですね、まあ、カラーレッドとすると更新をかけると、まあ、全てのものにカラーレッドが当たっているのがわかるかと思います。基本的にユニバーサルセレクターをガンガン使うみたいな場面は少ないんですけれども、まあ、例えばですねアーティクルの中の文字だけやりたいみたいな時に、まあ、アーティクルそしてスペースを空けてユニバーサルセレクターを指定することによって、まあ、アーティクルの中の文字だけ当てるみたいなことができます。で、今ちょっと後々学ぶまあ、この子孫結合子というものを使ったんですけれども、まあ、そういうのと併用して使う場面っていうのはたびたび出てきますので、まあ、ユニバーサルセレクターというのも覚えておいてください。では一旦また消してスタイリングを戻したいと思います。はい、では以上が要素クラス ID によるセレクターでした。まあ、基本的にはこのクラスによるセレクターっていうのが、まあ、非常に使う頻度が多いので、まあ、こちら特に覚えておいてください。では、次の項目に行きたいと思います。次は属性によるセレクターになります。
まず見ていきましょう。存在や値のセレクターですね。ヘッダータグの中の、この A タグを用いて説明していきたいと思います。A タグに対して要素を当てるっていうのは分かったかと思うんですけれども、今回ですね A タグの中に href 属性というのがあって、いろいろ値が異なっているのが分かるかと思います。こちらをいろいろ指定してスタイリングを当てたり当てなかったりするみたいなことをやっていきたいと思います。まずはスタイル CSS の方に A タグと書いて、こちらの括弧を使用して href というような感じで書いて、それに対してカラーレッドというのを当ててみてください。こちらどういう意味かと言いますと、 A タグで href 属性を持っているものに対してカラーレッドを当ててくださいという意味になります。なので、全部持っているので更新をかけると、このような感じで赤文字に変わったのがわかるかと思います。で、実際にですねこれが機能しているのかどうかを見るために一つ href を消してみたいと思います。保存をすると更新をかけると、こんな感じで一番上のやつが当たらなくなったのがわかるかと思います。こんな感じで href 属性を持っているものに対してのみスタイリングを当てるみたいな時に使ったりします。次が部分文字列一致セレクターの解説になります。こちらそのまんま使いたいと思います。例えばですねこちらコピーをしてみて、イコールで結んでみてください。すると、この yahoo.com のものに対してのみカラーレッドが当たります。こんな感じですね。こちら、Yahoo に対してのみ今当てたんですけれども、部分文字列一致を使用していろいろですねスタイリングの当てたり当てなかったりということができるので見ていきたいと思います。まずはですね例えば www を持つものに対してのみスタイリングを当てていきたいと思います。こちら、www の後は一旦消して、このイコールの前にこの記号を当ててみてください。こちらは、最初の文字列が https://www から始まるものという意味になります。一旦見ていきましょう。インデックス HTML の1番目と2番目と4番目が www から始まっているので更新をかけてみると、はい、このような感じで1番目と2番目と4番目にスタイリングが当たったのがわかるかと思います。次は初めの文字とか関係なくスタイリングを当てたいとします。例えばですね Yahoo を持つもののみにスタイリングを当ててみましょう。その場合はこちら一旦消して Yahoo と打ってこちらにアスタリスクを打ちます。そして保存をかけると1番目と2番目の Yahoo のみが光ったのがわかるかと思います。例えばこちらを Google にすると3番目と4番目がこのような感じでスタイリングが当たっているのがわかるかと思います。で次が最後の文字列を一致させてみましょう。で最後の文字列の一致はドルマークを使います。例えば先ほど .com と .cojp の2つがあったと思うんですけれども .cojp だけ当ててみましょうということで .co.jp ですね。すると、この2番目と4番目が、赤くなるのがわかるかと思います。はい、このような感じですね。はい、ということで、こんな感じで部分文字列を一致させることによってスタイリングの出し分けみたいなところもできますので覚えておいてください。では一旦またスタイルを消して元に戻したいと思います。はい、ということで、2つ目の属性によるセレクターについても見ていきました。次が3つ目、疑似クラスおよび疑似要素によるセレクターになります。ここら辺からちょっとだけ難易度が上がるんですけれども、頑張っていきましょう。まずはですね、ファーストチルドとかファーストオブタイプについて見ていきましょう。でこちらは、下のですね、メインタグの中の P タグを元に、説明していきたいと思います。例えばですね、アーティクルと打っていただいて、まずは P タグとして、そちらカラーレッドを、やってみましょう。そして保存をして更新をかけると、アーティクルの中の P タグ全てに対して、カラーレッドが当たったのがわかるかと思います。こちらいろいろファーストチルドとかファーストオブタイプを使うことによって最初のものだけとか、何番目のものだけみたいな感じで指定することができるので、そちらやり方を見ていきたいと思います。まずはですねファーストオブタイプと打ってみてください。P コロンファーストオブタイプですね。こちら保存をして更新をかけると一番上の P タグだけ当たっているのがわかるかと思います。
こちらファーストオブタイプとファーストチルド、結構混合する方が多いんですけれども、実はこのタイミングでファーストチルドとやっても、最初の P タグが赤くなることはありません。ファーストオブタイプとファーストチルドの違いについて、軽く触れていきたいと思います。今回ですね、アーティクルの中の P に対して、ファーストチルドとファーストオブタイプを当てていったんですけれども、ファーストチルドの方は実はこの H1 というのも考慮してしまいます。なので、ファーストチルドでやっちゃうと一番最初に来ているのが H1 タグなので、P タグではないからこちらのスタイルが当たらないということになります。その点ファーストオブタイプというのは、P タグだけを見ることになりますので、 H1 タグを除外して、P タグの中の一番最初に対してスタイリングを当てるというような、ことになっております。なので、ファーストオブタイプの場合だったら更新をかけると、こんな感じで赤く光るんですけれども、ファーストチルドだと H1 があるので、赤くならないというような感じになります。じゃあちょっと実験的に一旦ですね、この H1 と P の場所を入れ替えて保存をして更新をすると、はい、このような感じで、P タグが赤くなったのがわかるかと思います。これがですね、ファーストチルドとファーストオブタイプの違いになります。結構使う頻度としてはファーストオブタイプの方が多いのかなと個人的には思っております。また、ファーストだけじゃなくて、ラストというのもあったりします。こんな感じで一番後ろの要素に対してつけたり、でこちらラストオブタイプというものも存在するんですけれども、これもですねファーストチルドとかファーストオブタイプと同じようなロジックになっておりますので、覚えておいてください。またちょっと余談なんですけれども、 Nth オブタイプというものもあったりします。ちょっと一旦ですね、こちら H1 と P を元に戻したいと思います。保存するとこんな感じですね。で Nth オブタイプのこれはですねファーストと、ラストと違って好きな順番を指定できます。例えば2番目としたかったら、これで保存すると2番目だけ赤く光って、1番目とすると、1番目が赤く光るというような感じになります。ちなみにですね Nth of type の括弧1と、ファーストオブタイプは一緒だったりしますので、Nth of type もよく使うので覚えておいていただけるといいかと思います。はい、ということで、また一旦戻したいと思います。保存をして、はい、こんな感じで戻しておきましょう。次が、ドットノットについて見ていきたいと思います。例えばですね、先ほどのちょっと消しちゃったんですけれども、一旦戻して、例えばファーストオブタイプで、こちら消して保存をして更新すると、ファーストオブタイプ、こちら最初の P だけが赤くなります。これをですね、実はノット属性で否定するということができます。例えばこれをカッコで囲んでドットノットとすると、このファーストオブタイプでない P がカラーレッドということになります。ちょっと意味がわからないかと思いますので、まずは見ていただけると、こんな感じですね。一番最初以外を赤くしてくださいというような指定になります。このドットノットっていうのも割と使われたりするので覚えておいてください。最初ですねこんな感じでドットノットを使うと、いろいろ長くなっちゃってわけわかんなくなるかもしれませんが、一つ一つちゃんと意味を見ていくと必ず紐解けるかと思いますので注意してください。はい、というのがドットノット属性になります。それでは一旦スタイルを消して保存をして元に戻してください。で次がホバー属性になります。ホバー属性というのはこのマウスのカーソルがホバーした時とかにスタイリングを当てるものになります。今で言うと、例えばですね P タグでやっていきましょう。まず P タグのバックグラウンドカラーピンクにして保存して更新をすると、こんな感じで全部に当たったかと思いますが、こちらドットホバーというものをつけると更新をすると、はい、一旦消えたんですけれども、このマウスカーソルを上に当てると、背景色がピンクになるというのがわかるかと思います。このホバー属性っていうのも非常に使う機会は多いです。いろいろ使い方はありまして、例えばですねこちらもさっきのドットノット属性とかで否定することができます。でこれ保存をして、更新をかけると全部ピンクになったんですけれども、ノット属性がついているのでマウスカーソルを上に乗せると、戻っちゃうというような感じのこともできます。CSS はですねこんな感じで、いろんな表現方法がありますので随時覚えていってください。ではまたスタイリングを一旦消して元に戻します。では次がアフターになります。アフター以外にもですね、ビフォーとかいうものもあったりするので、一応ビフォー
アフター両方覚えておいてください。ではどういうものかと言いますと、実際にやってみるのが早いかと思います。例えば H1 に対してアフター要素をつけていきたいと思います。例えばですね、コンテントというプロパティがあるんですけれども、せっかく H1 なのでこんな感じでびっくりマークをいっぱいつけたいと思います。では、保存をして更新をすると、はい、このような感じで、ちっちゃいびっくりマークがいっぱいついたのがわかるかと思います。これがですね、アフターということで、H1 の後ろに対して、つけるというものになります。もちろんですね、アフターというものがあるならばビフォーというものも存在するということで、こちら保存をして更新をかけると、こちら、前の方についたのがわかるかと思います。このビフォーとかアフターを利用した、いろんなですね、トリックみたいなのがあったりするので、そちらもですね、よく使われたりするので、出てきた時に覚えていってください。はい、ということで、アフターとビフォーについて見ていきました。また、最後にですね、いろいろ特殊なのがもう他にもたくさんあるんですけれども、例えばファーストラインというものを見ていきたいと思います。今回はですね、P タグに対して当てていきたいと思います。P タグのファーストラインというのをすると、例えばカラーをレッドにしてみましょう。どうなるかと言いますと、こちら P タグがですね、一つ一つ2行にわたっているかと思うんですけれども、こちら更新をかけると、最初の行に対してのみスタイリングをかけるということもできたりします。でまた、ファーストラインというのは1行だったんですけれども、最初の文字だけ、適用するみたいな時はファーストレターを使ったりします。こんな感じでだというのが、赤く光ったのがわかるかと思います。たまにですね、こちらのフォントサイズをめちゃくちゃでかくするみたいなこともあったりするかと思いますが、例えばフォントサイズを50ピクセルにすると、だみたいな感じで結構ですね、文章の最初だけ文字を大きくしたい時とかに使えたりしますので、覚えておいてください。はい、ということで、一旦スタイルをまた戻してみましょう。はい、ということで疑似クラスおよび疑似要素によるセレクターについて解説していきました。そして、最後結合子についても見ていきたいと思います。何回か出たんですけれども、まずはですね、この子孫結合子、先ほどやったかと思います。アーティクルの中の例えば P とか、アーティクルの中のすべての要素に対してみたいな感じの時に、アーティクルスペースを空けて何かセレクターを指定するみたいなことをやりました。例えばですね、カラーはまたレッドにして保存をして更新をかけると、全部の要素に対してかかったり、またはですね、 P に対してかけると、はい、こんな感じで、アーティクルの中のピンだけかかるみたいなことができます。こちらが、子孫結合子というものになります。いろいろですね、やることができて、例えば今回のインデックス HTML を見ていただきたいんですけれども、メインの中に H1 アーティクル、H1PPP という感じであるかと思いますが、例えばですね、こちらメインとやって H1 とすると、H1 はメインの中に2つあるので、2つ赤くなるのがわかるかと思います。そうではなくて、アーティクルの中だけ書きたいみたいな時に、複数、メインのアーティクルの H1 ということもできたりするので覚えておいてください。こんな感じで、アーティクルの中の H1 だけスタイリングが当たっているかと思います。過剰にですね、いっぱい長くしちゃうと可読性が、劣っちゃうので、こんな感じでどんどん長くなっていくと、見にくくなるかと思いますので、あんまりですね、子孫要素は増やさないようにするのが個人的にはいいのではないかなと思っております。一応プロジェクトにはよるんですけれども、あんまり長く、子孫要素を作りすぎないようにというのは、MDN にも書かれてますので、ベストプラクティスとして覚えておいてください。はい、ということで、子孫結合子について見ていきました。次がですね、子結合子になります。で、こちらが例えば、今のメイン H1、アーティクル H1 の流れでやっていくと、一旦ですね、こんな感じで戻して、メインの H1 とやった場合、メインの中には H1 が2つありますので、更新をかけると2つの H1 要素に対してスタイリングが当たっているのがわかるかと思います。こちらを逆にアーティクルの中ではなくてメイン直下の H1 だけに適用させたいみたいな時もあるかと思います。その時に使われるのが子結合子ということで、このような記号を用いて表現します。保存をして更新をすると、こちら一番上の記事の一覧ですと、メイン直下のやつにだけ当たっているのがわかるかと思います。この子結合子というのも、よく用いますので覚えておいてください。
はい、ということで、子孫結合子と子結合子について見ていきました。次がですね、隣接兄弟結合子ということで、まあ、なかなか漢字だけ見ると意味がわからないかと思うので、まあ、早速、説明していきます。例えばですね、この P タグというものが3つあるかと思いますが、まあ、そちらの2番目と3番目だけに当てたいみたいなこともあるかと思います。まあ、先ほどの説明でいくと、まあ、例えばアーティクルの中に P とやって、まあいろいろやったかと思うんですけれども、まあ、not の、ドットファーストオブタイプとすることによって、ファースト以外の要素に対して、赤くするみたいなこともできるかと思うんですけれども、まあ、こちら実はもっと簡潔に記述する方法がありまして、そちらが、隣接兄弟結合子になります。まあ、実際にどういう書き方をするかと言いますと、まあ、この P の後ろのやつを全部一旦消して、まあ、プラス P と書きます。で、これどういうことかと言いますと、P の次の P から適用してくださいということになります。実際に見ていくと、更新をかけても先ほどとスタイルが、変わってないのがわかるかと思います。結構簡潔にですね、先ほどのやつを記述できたりするので、割と使われる、使い方になります。特によく使われる、使い方を説明すると、この P の、2個目の P の上にはマージンを結構開けたいみたいな時があるかと思います。例えばマージン40ピクセル上に開けたいみたいな時に、2個目の要素からやりたいみたいな時が結構あったりします。で、更新をかけると、まあ、こんな感じで、少しですねマージンが開いたのがわかるかと思います。まあ、こんな感じで、2番目の要素から何か当てたいみたいな時には、隣接兄弟結合子をよく使ったりするので覚えておいてください。では、最後、一般兄弟結合子というものも見ていきたいと思います。例えばですね、こちらは、H1 と P を用いて、見ていきましょう。まあ、アーティクルの中の H1、そして、こちらが一般兄弟結合子で、まあ、P と書いてみます。で、カラーレッドですね。こちらどうなるかと言いますと、H1 より後ろの P に対して、カラーレッドを当ててくださいというような表現になります。で、実際に見ると、はい、このような感じで、ここに H1 があるんですけれども、後ろの P タグ全部が赤くなったのがわかるかと思います。では試しにこれが実際に効いているのかどうか見ていくんですけれども、こちら H1 を下に下げて、まあ、P を上にしてみました。そして保存をして更新をすると、はい、このような感じで、一番最初の P にはスタイルが当たっていなくて、H1 の後ろの要素に対してのみ、赤くなっているのがわかるかと思います。そして、さらに H1 を、あと1段階下げて保存をして更新をすると、まあ、このような感じで最後の要素にのみ、かかっているのがわかるかと思います。あんまりですね、この、一般兄弟結合子は使う機会はないのかなと思っていて、私もあんまりプロジェクトで見たのはないですね。先ほどの、まあ、プラスみたいなのはよく使ったりするんですけれども、こちらはあんまり見ないのかなとは思います。ただ、まあ、プロジェクトによってはもちろん使っているところもあるかと思いますので、まあ、一応知識としては覚えておいてください。はい、ということで、全項目解説を終わりました。結構ですね、CSS のセレクターを網羅的に解説したつもりではあるんですけれども、実はですね、他にもまだまだセレクターっていうのはあったりします。実際に MDN で見ることができるんですけれども、例えば MDN CSS セレクターと検索すると、まあ、こんな感じで出るかと思います。で、クリックしていただくと、まあ、こんな感じでいろいろ分かれてるんですけれども、まあ、例えばですね、疑似表記っていうのがもうたくさんあったりして、まあドットホバーとか、先ほど解説したかと思いますが、まあ、他にもですねこんな感じでブワーっとあったりします。これがまあ疑似要素で、疑似クラスで、疑似要素ももうアフターとビフォーで説明したりしたかと思いますが、本当にですねめちゃくちゃあったりします。なので、まあ、正直ですね、1動画に収めようとすると、もう本当にいくら時間があっても足りないぐらいあっちゃうので、ここら辺から先は自分で必要になった場合に調べていけばいいのかなと思います。まあ、今回説明したのは、割と使われたりするのが多かったかなと思いますので、選ばせていただきました。実際にですね、プロジェクトとかでも、まあ、普通に CSS を書く上では覚えておいてほしい知識になりますので、これからですね、フロントエンドエンジニアを目指す方は、ぜひ、頭の中に入れておいてください。はい、ということで今回 CSS のセレクターに関する動画は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
また今回の内容が良かったと思ったらいいねの方よろしくお願いします。次回の動画では CSS のカスケードとか詳細度とか、継承といった、非常に重要な概念について、解説していきたいと思いますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。